朝散歩と抗うつ薬どっちが効く？精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は伊豆高原の桜のトンネルからお届けしています。今日は質問いただきました。ニアさん40歳男性、ふと疑問に思ったのですが、 SSRI を服用するのと朝日を浴びるのはどう違うのでしょうか。はい、非常にいい質問かと思います。 SSRI という選択的セロトニン取り込み阻害薬という薬がね、今うつ病の患者さんだとファーストチョイス、第一選択薬として処方される場合が多いと思います。 SSRI という薬はセロトニンを増やす薬なんですね。一方で朝散歩っていうのをおすすめしていますけど、朝散歩することで太陽の光を浴びることでセロトニンが活性化されるっていう方法ですけども、意味が全く違うんですよね。どう違うかっていうのはあまり今まで詳しく説明してませんでしたけど、朝散歩っていうのは例えば脳の中のセロトニンの工場があるんですけども、セロトニンの工場のスイッチをオンにするってことです。今からセロトニンの工場をスタートしますっていう合図が太陽の光なんですね。なのでセロトニンの工場のスイッチをオンにするために朝散歩というものが必要です。つまり工場の生産能力が高いか低いかっていうのがもう一つの問題としてあります。うつ病の患者さんの場合はセロトニン工場さんの能力がものすごく下がってる状態です。なのでその状態で朝散歩をしてセロトニン工場さんの電源を入れて操業を開始したところで、できるセロトニンは少ないからすぐに良くなるってことはないですよね。なのでうつ病の患者さんの場合、朝散歩をする場合、やっぱり1ヶ月2ヶ月3ヶ月ってやっていくことによって、初めて大きな効果っていうのが出てくるだろうということが言えますね。 SSRI っていうこの抗うつ薬っていうのは何かっていうと、このセロトニン工場の生産能力をアップする薬と考えたらいいと思いますね。実際 SSRI とかが効果が出るまでには2ヶ月から3ヶ月はかかるんですね、一般的に。なので薬というものもやっぱり 2,3 ヶ月続けなきゃいけないということで、セロトニン工場のセロトニンの生産性をアップした上でセロトニンのスイッチをオンにするということで、きちんと脳の中でセロトニンが正常に作られるようになって、うつ病が治っていくというのが、朝散歩と SSRI どっちが重要ですかって言った場合に両方重要なんですね。ただ一般的な人の場合で言うと、セロトニン工場が正常なのに朝太陽の光を浴びないことによってセロトニン工場さんのスイッチを入れてない人は世の中たくさんいるんです。それによってうつ的になっていたりですね、気分がおかしくなったりですね、メンタル疾患の原因になっていたりするということなので、朝散歩をすることによってすぐ治る人もいるっていうのはそういうことでしょうね。うつ病の本当にひどい状態だとセロトニン工場の生産性が非常に下がってるから、スイッチを入れてもダメなんですけど、そんなに下がってない人もいるんだけど、スイッチが入ってないせいでただ調子が悪かったっていう人もいるわけです。そういう人は本当1週間2週間で朝散歩ですごく良くなるっていう人もいらっしゃると思います。っていう形で、朝散歩と抗うつ薬両方とも大切だと思いますし、うつ病を早く治したいのであれば両方ちゃんとやるということですね。1週間2週間やっても効果出る人もいるけども、さっきも言いましたように、うつの患者さんとかでね、もうすでにかなりのセロトニンの生産能力が下がってる人の場合は、そんなにすぐには良くなりませんから、最低でも3ヶ月ぐらい、抗うつ薬も3ヶ月、朝散歩も3ヶ月ぐらいやっていくということで、3ヶ月ぐらい過ぎたあたりから急に良くなっていくっていうことが体感されると思うんです。ということで、なかなか3ヶ月ね、朝散歩続けるのも大変なんですけども、脳科学的に言うとそのぐらい続けると良くなりますよっていうのが、今日の話を聞くとね、すごくよく分かったと思いますので、ぜひ勇気を持ってですね、朝散歩を続けてほしい。最初15分とか無理だったら5分でもいいですし、本当短い時間でも、外に出るだけでも、こういう青空の下を歩くだけでもセロトニンっていうのはものすごく作られやすくなりますので、ぜひ朝散歩、皆さん短い時間からでもいいですし、1週間に1回でも2回でもいいので、少しずつでも増やしていってほしいなと思います。